おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。前回に引き続き、やはり忙しさがもたらす効能と、またこう難点みたいなお話、はい、忙しくなれば効率上がってくるんだけど、視野が狭くなっちゃった話だね、うん、そうすると物事が見えなくなる、はい、で、もうそれを忙しい人がなんかこう方向を失った時に、こう何が起こってるか分かんないと誰に聞けば、暇な人だって、はい、アウトサイドにいる人に聞いた方がいいよって話なんだけど、はい、ということはさ、ある程度舵取りを任された人は忙しくしてちゃいけないって話だね。ああ、はい、うん、はい、バブルの時に一緒になってみんなで金儲けしてちゃいけなかったんだよ、はい、じゃないと分かん、やっぱみんなと一緒に、やっぱトップはやっぱ情熱に駆られて、なんかこう一歩引いて見てなきゃいけなかった。で、はい、一歩それができた人たちだけがバブルの時に生き残った、はい、とも言えるね、はい、うんうん、で、あの人だよね、塚原、僕が尊敬する経営者なんですけど、稲食品っていう寒天パパっていうブランドを生産してる、はい、そんバブルの時目もくれないね、うん、目もくれないです、はい、そんなことはうちの経営理念と関係ない、はい、で、大手スーパーから大量の注文が入っても断る、はい、断る、はい、断ってる、うん、うちは徐々に大きくすればいいんであって、一挙に上がることは逆に危険だよって、過剰な設備投資まねる、はいはい、断ってる、うん、でバブルとは無縁で未だに伸び続けてる、うん、はい、40年ぐらいずっと伸び続けてる、うんうん、でそういう姿勢が大切だ。だからなんかこう特攻隊長みたいなやつはダメだね、トップはね、とにかく。そうです、うん、一見一時的にはいいかもしれない、調子のいい時は、はいはい、っていうのもあるんだけど、あと一つ言えることは、はい、組織の盛衰っていう 本を書いた坂井谷太一っていう人がいるんですけど、はい、その人 の組織が衰退していく原因の一つに過剰適用ってな、はい、過剰に適用しちゃう、業界に過剰に適用すると、はい、もう衰退の道ですよって話なので、はい、これで説明つくね。うん、はい、もう一生懸命そのなんか一つのこと業界に来た仕事に一生懸命やってるともう見えなくなって、はい、そればっかやり始める、はい、うん、でそうすると過剰適用になる、はい、だ誰も一歩引いて見る人がいない、うん、それでもしダメになりそうな時代が変化でねなった時に、この環境に適応しようとしないんだよね、はい、うん、政治を変えようとしたりするんだよ、はい、まあそれはいいんですけど、うん、そういうことでどうもありがとうございました。ありがとうございました。